5月2日、上益城郡益城町の熊本空港で、愛称、阿蘇熊本空港の表示灯設置記念式典が行われました。式典には、県や周辺市町村、空港関係者ら約100人が参加し、熊本空港ビルディングの河野信夫社長や、塩谷熊本県知事が挨拶しました。これから阿蘇熊本空港という名前をいろんなところの中でアピールし、またそこに心を込めて広がりを作っていきたいと、このように思います。この良き日にあたり、私の心からのお祝いの言葉にさせていただきます。おめでとうございます。空港の入り口には高さ9メートルの表示灯が設置され、一部の道路標識にも阿蘇熊本空港の表示がされています。また、阿蘇熊本空港以外に、九州の空港で愛称があるのは、佐賀県の有明佐賀空港、その他、次々と愛称をつける空港が増えています。阿蘇熊本空港という愛称は、知名度のある阿蘇の存在をアピールすることで、熊本の知名度を上げ、たくさんの観光客が熊本を訪れてくれるよう期待を込めました。式典後、佐藤阿蘇市長らは熊本空港に着いた人たちや出発を待っている人たちにチラシや記念品を配り、阿蘇の観光 PR を行いました。